こんばんばはです前回ビッグモーターについて取り上げた動画なんですけども結構伸びてるんですよね。それだけ注目度が高いんだろうと思います。ビッグモーターは保険金の水増し請求などで問題になってます。ってていいいうかまああいろいろ問題ありすぎて やばいいいい会社だっったたたななててうののがもう広く世間に伝わわりりつつつあるる不正請求すす過程でででお客さんんん車傷つけたりしていたんですよねとんでもないわ僕自身車買う時にビッグモーターに行ってちょっと嫌な思いをしたというのは前回の動画で話しました今後もビッグモーター行くことはないでしょうねその経緯についた前回の動画を見ていただければと思いますコメントも多数いただきまして僕と同様に見に行ったんだけど不快な思いをして帰ったパターンが結構ありましたあとは実際に買ってしまって 後悔したとかね。で、逆に高く、その車を、その売るときに高く買ってもらいましたっていうのもありました。しかしね、全体で見ると、やっぱ批判的なものが多いですよ。少しずつですが、報道も増えてきましたよね。ただ、それでもまだテレビ CM やってるのはすごいと思いますね。この前、あの、報道ステーション、まあ、全編見てたわけじゃないんですけど、何気にちょっとつけたら、 あののビッグモータータ CM 普通にやってましたそもそもビッグモーターの姿勢が問題ですよね。外部の弁護士で作る特別調査委員会がまとめた報告書を一般だけじゃなくて損保会社にも抜粋しか示していないっていう。 いいや出しなさいよ具体的な事例も明らかになっているんですけども例えばヘッドライトのカバーを割るドライバーで車体に傷をつける靴下に入れたゴルフボールで車を叩くなどの悪質な行為が指摘されていますたまに氷が降ったりすることありますよねでその氷で車がボコボコになってしまったとそういう時にあの被害を拡大するために靴下にゴルフボール入れて叩いてよりでかくして え、もっとお金かかりました。つって、多分保険金を請求したっていうことなんでしょう。お客さんの方も困りますよね。無駄に保険の等級下がって、保険料が上がってしまいますから。それについては、今、損保会社の方では、あの、救済を考えていると言います。それはまあ、そうですよね。不当なものですから。この後に及んで、まだ正直な商売をしようとしていないのがビッグモーターです。当たり前ですけど、その、まともな社員さん、まともなスタッフさん、いると思うんですよ。そういう営業さんとこに当たったお客さんは、 まああのね、気持ちよくその売れたなとか、気持ちよく買えたなと思っているでしょう。ただこういう不正が明るみに出ると、もう全体としてのイメージが悪くなってしまいますよね。それもこれもね、会社の体質が悪いんですよ。NHK の報道によると、なんと一部従業員への調査で4分の1が不正に関与していたと言います。ここから引用です。関係者によりますと、委員会が実施した従業員へのアンケート調査では、 車の修理などを担当する382人のうち27%に当たる104人が不適切な保険金の請求につながる不正な作業に関与したと回答していたことが分かりましたまた17%に当たる68人が自分以外の人が不正な作業に関与しているのを見聞きしたことがあると答えたということで報告書は現場レベルでは不適切な行為が蔓延していたと 指摘していますこれはまあ一部抜粋して調査したということだと思うんですよ。これ全員にやったらどうなるんでしょうね。やはり本部からのプレッシャーがすごくて、それ故に不正に手を染めてしまったと。もちろん現場レベルでそんなのやるのは論外ですよ。ただ論外なんだけど、大元たどっていくと、そういうじゃあ体質に誰がしたのかなっていうと、 本部ななんじゃないですか企業風土悪すぎでしょ。だって車に対するそこに愛はあるんか状態ですよ。売るにしても修理するにしてもそれはだってお客さんの愛車ですよね。それにゴルフボールでとかさそのドライバーで傷つけるなんてまともじゃないし。 なえそれ普通に器物損壊してないですか倫理観ぶっ飛んでますよ。しかも報道によると金茂、金重博之社長ら経営陣が不正に関する内部告発を受けながら放置していた疑いがあるとか。まあ、この隠蔽プリ見てもそう疑っちゃいますよ。いやー、だからこういうなんか顛末見てると、まあ、改めてですけども、高い買い物っていうのは気をつけないといけないですよね。特に気が弱い人は、 絶対ね、一人でこういう、なんか中古車販売店とか行っちゃダメだと思うんですよ。住宅メーカーもそういうところあると思うんですけど、なんかこう、営業、営業さんによっては、どんどん追い込んで買わせようとする人いるじゃないですか。比較検討させないようなところはダメですよね。なんか、やましいところがあるのかなと思ってしまいますし、推しに弱い人は、まあ、せめてですね、もう一人誰か連れていくというのがいいと思いますね。理想的なのは、 あのちゃんと断れる人最近ビッグモーター関連でいろいろ検索してるんですけどあの昔のビッグモーターの CM が出てきたんですよ西村雅彦さんが出演しているものでこれ今見るとねなかなかいい風刺だと思うんですよね査定員が車を雑に扱ってあの高く買い取れませんねって言ってるもんなんですけどなんかちょっと 現代に通じじるるものあるんじゃないでしょうかそれで最後西村さんが車選ぶ前にお店選ばなきゃっていう決め台詞を言う CM なんですけどすごいブーメランですよねお店選び本当に大事だと思いますというところで今回は以上です最後にかわいいポコちゃんをご覧くださいあらかわいいポコちゃんもに夢中のポコちゃん <laughs> 釣れたフフフ。 <laughs> あらかわいいねポコちゃんやっぱ撮影入るとちょっと動きが鈍いなポコちゃん緊張しちゃってんのかなローリングポコこれどうなってんの you <laughs>